セルギウスの凱旋門セルギウスの凱旋門セルギウスの凱旋門はクロアチア北西部のイストリア半島先端のプーラにある古代ローマ時代に作られた凱旋門黄金の門とも呼ばれているこの凱旋門は門に刻まれた碑文によるとアクティウムの凱旋で活躍した第29軍団のルキウス・セルギウス・レピルスの息子と ガイウス・セルギウス及びルキウス・セルギウスを記念して、当地の有力者であった、セルギウス家により、全29年から全27年の間に建てられた。この門は、古代の都市プーラを囲む城壁に設けられた門の内側に位置していて、表面に黄金の装飾が施されていたことから、金色の門とも呼ばれていた。この門は中央に一つの通行路を持ち、両側を、 コリント式の円柱が支える形態である。建築様式や装飾は、ヘレニズムや小アジアの影響を受けており、門の西側は細かく装飾が施されているが、東側はほとんど装飾などがなされていない。スパンドレル部分には勝利の女神の浮き彫りが、フリーズ部分には、戦車競争の浮き彫りや、植物の浮き彫りが施されている。通行路に面した内側面には、 植物の浮き彫りが全面になされるとともに、頭上の最も高いところの浮き彫りだけは高である。屋根の部分フリーズ部分秘文の概要は、サルビア・ポストゥマ・セルギーが、セルギウス家の三人の功績者を称えるためこの外線門を建てたとする。功績のあった三人が列挙されているが、それぞれの間の関係までは記されていない。最も大きな功績を挙げたのは中央に記されている。 ルキウス・セルギウス・レピルスの息子で公共施設造営の責任者であるアゼチカンであり、第29軍団で勝利を収めたとしている。セルギウスの外戦門は旧市街の繁華街と新市街の繁華街の境界にあり、プーラ市内で最も賑わう市内中心部に位置している。ありがとうございます。